こんにちは、四馬の団位戦を打っております。伏龍になって3回目の争奪戦。トーン一曲、ドラはウーワンになりました。プレイヤーはシャーチャです。まあ、団位戦、あくまでトップを見て、トップを見て打ちますが、まあ、この辺は変わらず。この局トップ無理だなぁと。点数状況的に、また親流れた的に、この局トップきついなぁ。まあ、そんな時は、おまけで団位戦に切り替える。あくまで最初はトップしか見てないです。親は上。虎はウーマン。マンズの真ん中で一面図作りたいですね。マンズの真ん中一面図、赤ウーソーで一面図、ローキウーソーで一面図、ピンズで一面図。まあ、そんな感じです。あとはマンズの3、4、5、6あたりを一つ引いてきて浮かせたいです。上の親が、なんだこのマンズの並べ方、しかも全部手出し。自敗も切れていないので、ピンズの染め手に行ってるのか、かなりはてなな捨て牌です。自敗が一つも入ってない、ピンフ系の捨て牌の場合は、自敗入ります。どうやっても。ピンフ系の捨て牌は自敗が混ざってくるのに、自敗なしの2色。これは明らかに違和感です。なので、ピンズは切りたくないと言いたいとこですが、まあ私切っちゃってるんで。イーソー0。ヒューマン0。あら。まあ、ソーズの1通ですね。2層、ロー層引いたら、リーチするか考えると。そっちから引いちゃうとな。そっちから引いちゃうと、カンちゃんにしときます。赤赤なんで、あー、リーチかけたくなってきた。二件リーチ来るとこっちもかけたくなるのが悪い癖というか、まあいい癖に、いいか悪いかはちょっと置いといて。ここでちょっとストップですね。ここは一歩後退。リーチかけなくてよかった。赤ウーマン、この2件リーチに赤ウーマンはちょっと切りたくない。万が一ロンされた時のダメージが大きすぎるんで。軽快なつま上がり。トイメン、好スタートを切りました。トイメン、まずは一歩リード。26オーか、26かな？ですね。26オール。882 38分3半トン一曲一本馬ドラはトン一曲一本馬ドラチーマン。現在のトップはトイメンです。まだまだトップも狙える。泣きを使うんであれば2000点くらいは見えます。チーマン引いてチュンドラ1。プレイヤーこれで一歩前進。チューンは1枚目はとりあえずスルーです。この形から他3人が面前で自分だけ1000点2000点前提で泣きまで泣きにランクダウンさせたくないので、今2枚目出てもスルー。まあ、この手、5巡くらいのツモ見て、大してなんか面白く伸びてくれないし、魅力的でもないんで。まあ、なんか面前で適当に、作って、チートいつにでもなれば、ほんの字かなと。
親リーが入った。親のリーチは警戒が必要です。果たしてここをしのげるのか。チュン3つ落とそうかなと。なんかチュンがあんこだとちょっと攻めたくなる、こう攻めっ気が出そうなんで。各社相手の出方を伺っているのか。うわ、攻めっ気がちょっと出てきた。ここはでも攻めたくないんだよな。チュンをこう外しちゃうと、この手も死んだみたいなもんなんで、完全ベタ折りに行こうかなと。降りても降りても手が伸びてきて、変にシャンテンテンパイになって、最後の当たり牌がロンと。これあるあるなんで。これは思わぬ失点。連チャンになります。降りると決めたはずなのにっていう。リーターンドラ1。リーチダイヤをドラ。今その匂いがしたので、一番この牌切ったらもうこの手終わりっていう牌を切って、トーン1曲2本場ドラはローワンになりました。プレイヤーはドラはローマン。最初にプレイヤーのハイパイについてどう見ますか。シャアは役ハイです。これはポンする可能性ちょこっとありますね。並びが悪くないんで、シャアが出る前に数ピンとか引くんであれば。1000点ですけど、泣きは悪くはない。よっしゃ、マネマン。50マネマンされたらマン頑張られだ。まあそんなルールはないんですけど、友達同士だとそういうルールがあったりします。マネマン。まだシャアナクにはちょっとパンチ弱いので、今出てもスルーかな。まあチートイツぐらいになってくれるのが一番嬉しいです。親はもうイケイケです。こっちはチートイですね。ドラのローマン引いて、またはローマン引かないようであればリーチかければこの牌なら出るでしょうっていう自牌でも、メンツでのイーシャンテン3個くらいまでは見えるかもしれない。チーソー1、パーソー1、DP2、シャー2。チーソー、パーソーから引くようだとちょっと夢見たくなります。9走引いたらダマテン。ただ E ピンとシャー、マッチとして優秀なんでリーチですね。9走引いたらリーチ。神茶ここでチー。一応両面両面、役牌がシャーなんで、この形ならシャーポーンってやって、他3人がリーチ来ないんで、この後。ただこれは、流すだけの先手なんで、長引きたくないです。ドラ、ドラ。お見事。刺し馬の親です。点差離れてるんで、今んとこ私は刺し馬、トップっていうよりは、刺し馬に勝つ、2茶を見てます。この親だけは流したい。4トイツですけど、チートイは見たくないんで、クイタンも見てます。するかしないかは置いといて、ここはもう、この親を蹴るって意味で、3ピンチートか。ユースをチーとか、もうこの形からでもなんかありの気がします。誰が一番最初に仕掛けるのか。その後3人が面前なんで、3人がリーチかけてきてもそのくらいこの親は蹴りたいなと個人的には思ってますが、泣くかはちょっとはまだハテナです。プレイヤーこれでリアンス、ダブトンポン。これは強烈。上が正位面やってます。こっちも流すために必死になるか。
ここは上がられちゃまずい。さてどっちだ。3万5万。プレイヤーイーシャンテンだ。ダブトンドラ1、ゴッパが見えてるんで、ここは親の上がりを阻止したい。場に緊張感が漂っている。あら、ドラが数万なんで本当は数万を引いてほしいんですが、タイヤを飲み、あーまずい。4000オール。まあこうなると自分も親の時に4000オールクラスを上がれないと、まあ負けでしょう。これを防ぐためのクイタン先天だったんですが、まあ、つも言われるとしょうがないです。また状況さっきと違いますね。先天で流していいかっていう点数差でもなんかないし、かといって流さないとさらに広がるしっていう、かなり難しい。曲を進める以上はせめて2ザンクぐらい上がりたいそこですが、左がさらに連チャン重ねるともう差し馬はきついでしょうと。この点数差で先天を上がる、上がりに行く気があるかと言われると微妙です。ここも我慢した。スーパーマンさえ引いてくれると話は早いです。神茶、ここは統一落とし。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。1単野を26十分です。面前でプレイヤー、ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。リーチならば十分です。できれば両面ですね。カンちゃんの場合どうしましょうって感じです。少し場が落ち着いてるか。 D ペーコをつくか、なんかノーマンのアンカンか、何か一つパンチ欲しい。リーチ、これはリーチ。6の壁の上の7、ここはプレイヤーの現物を落としていった。これは使えないでしょう。追っかけリーチ、めくり合いになりました。6が4枚見えて7は残り1。このめくり合いはこっちシャボなんで少し不利かもしれないですね。基本追っかけリーチの方が強かったりするんで。プレイヤー上がりきることはできるのか。ただ直取りチャンス、誰が上がりを勝ち取ることになるのか。ポン、トイメン、ポンだ。プレイヤーなかなか上の人のポンは親のツモ順増やすんであんまり。おーっとっとっと、うわ強烈、すごっ。本日初ドライオン姉番。トン3曲、ドラは何になりました。大きい手が出まくってます。ここは一茶はもう見てないですね。一茶は見てない。差し馬の1万3000だけを見て、本一はいかなそうです。並びが悪すぎるんで。いや、どうだ。いや、いけないな。本一はちょっと、一回しかないチャンス。連チャンしない限り一回しかない。この親のチャンスで本一にかけれない。このマンズの並びじゃ。プレイヤーこれでリャンシャンテン。キラノナンがジャン島にでもなってくれるとクソ手ながら打点は高いなるんですが、ナンが重なってくれないと本当にクソ手、レンチャン狙いのクソ手と。もう打点欲しいんで、ナンが重なるのをなんとか。さあこの
配に反応するか。ここはスルー。よし、プレイヤーあっという間にイーシャ、リーチドラさん積もって逆転。点数ありきの手作りですけど、実ったら一発ひっくり返るんで。ここも我慢した。まあシャボリーチかなと。力入るんであれば4か7どっちがいいかな。あ、5か7。5は2、7は3。場に緊張感が漂っている。じゃあスーピン切って7リーチです。プレイヤーここは仕掛けるのか。あった、軽快なつも上がり。うまく打たれてしまいましたね。これは差し馬もガッツポーズ、ナーイスと。やってくれたな南郷の旦那っていう感じです、この差し馬の人からすると。これでもう私だけはちょっと4茶を、もう3茶キープの上がりぐらいしか狙えないです。最後に見せ場を作れるか注目です。4茶まで3300なんで、そんなに羽マン倍マン狙うぞなんていう手作りしてる暇はなさそうな気がします。まあ、ちょっとだけちゃんた三色の匂いが、純ちゃん三色の匂いがちょっとだけするんで、次に、123789、123123999と。プレイヤー、これで一歩前進。8000ぐらい、リーチチューン三色、リーチちゃんた三色、そのくらいの手ができて、偶然左からドン。少しだけ差し馬の、勝負に勝つ手格好は来たんですが、そんなのんきな手作りしていて、果たして右の親が待ってくれるかです。ただ手は伸びてきてる。あとはちゃんとイーマンとリャンマンとイーピンを引いてきてくれるかですね。スーピンとか引いた時点でアウト。トイメン手牌にチューチャンパイが並んでいる。差し馬勝負だと満直跳ねつも、満直跳ねつも条件。バイマンはきついと思うんで、満直跳ねつも。トイメン、ピンズを連打している。ここはドラを引いた。つも切りが続いてしまった。E ピンが残り1、残り1の E ピン引かない限りもうこの手は死に手です。果たして追いつくことができるのか。さあこの牌はどうする。ここも我慢した。あとはグもう人頼み他力本願ですけど、左の人が親に1万2000振り込んだり、そういうことしてくれると。お、いいね、倍満、もう3倍満、100万、何でもいい。蹴りました。うわ、乗らない。リーチ一発。左の人からするとなんか差し馬っぽいですね。差し込みか、差し込みっぽいなような安めの振り込み。竜になって1勝2敗、差し馬戦1勝2敗。漫画を最近上がれておりません。まあ、団員戦打ってみました。団員戦を打つ機会が最近多いので、この B1 とか A3 とか、まあ、この辺も少しだけ意識して、できるかん、まあ、どうせ団員戦は打つので、この辺の数字が上がってきてるので、なんか最近は、単位とかレーティングの他にこの辺の数字も見てます。
まあおまけですけど、結構 A ぐらいになるとなかなかハードル高いなぁと、3レベルで高いなと思ってます。単位戦は今後も打っていきたいと思います。いつも4番見てくれて、3番も MJ もいろいろ見てくれてどうもありがとうございます。評価とか視聴とかコメントも嬉しく思っております。皆さん、また見てもらえるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。